エロ漫画先生は、不死光笠による日本のライトノベル。イラストは、不死光笠の前作、俺の妹が、こんなに、可愛いわけがないと同様、神崎博が担当。電撃文庫より2013年12月から、刊行されている。2020年6月時点で、電子版を含めた、累計発行部数は160万部を突破している。 高校生でライトノベル作家でもある主人公は部屋に引きこもる妹が自分の著者のイラストレーターであることを知る。部屋にこもる妹を外に連れ出そうとするホームドラマの側面と作家、イラストレーターとしての夢を軸にした兄弟ラブコメ作品である。特徴として実在するライトノベル作品が作中に登場することが挙げられる。本作品のテーマは 創作って面白い。であり、読書の思い出をサブテーマと位置づけている。そのため、背景設定は、東京都足立区の五反の駅周辺の伏見司さが、かつて住んでいた地域であり、アニメ版では、当時の街並みを再現しているという。伏見司さや、担当編集らは、本作の企画当初、メディアミックス展開を諦め、これをしない前提で書き始めたという。 メディアミックス展開は、臨作画によるコミカライズが、月刊コミック電撃大王で2014年7月号より、連載され、2015年11月28日から、ニコニコ生放送で、多数決ドラマが配信。2016年3月10日に、アニメ化が発表され、2017年4月より、放送開始された。 山田エルフを主役とした結城鈴作画によるスピンオフ作品が月刊コミック電撃大王で2018年9月号から2021年7月号まで連載。2018年11月12日開催のイベントエロ漫画フェスにて OVA 制作が発表され、2019年1月16日に OVA が発売された。本作の時間軸は俺の妹がこんなに 可愛いわけがないの最終巻きの直後という設定のシェアードワールドである。小説第2巻の差し絵や第3巻の292ページでは俺の妹がこんなに可愛いわけがないのヒロイン、高坂霧野らしき人物が描かれ、秋葉ブログのインタビューでも指摘されている。俺の妹がこんなに可愛いわけがないの作中作である、星屑ウィッチメルルは、 本作でも登場し、同アニメ監督、脚本家なども登場する。小説第11巻では、ウェブサイト、キリリンの恋愛人生相談室の管理人として、俺の妹が、こんなに、可愛いわけがないのヒロイン、キリノが登場。同サイトのデザインは、黒猫が担当であるという。アニメ第8話では黒猫、五行ひなたが、シャギリの見ていたテレビ番組のインタビューで登場。 アニメ第11話では、郷坂京介、郷坂桐の黒猫、沙織、バジーナが正宗と秋葉原ですれ違う形で登場する。高校生であると同時に、泉正宗のペンネームで活動するライトノベル作家でもある泉正しには、年齢的には中学生で義理の妹になる泉さぎりがいた。1年前の親の再婚によって、兄弟となった二人だが、 その後に起こった出来事が原因で、妹は学校にも通わず部屋に閉じこもる引きこもりとなっており、二人は約一年前の初対面依頼顔をすら合わせていなかった。だが、友人の高護児から、正宗の小説でイラストを担当しているエロ漫画先生が生放送配信番組をやっているという話を聞き、帰宅すると主張してみる。放送では、お面をかぶって、 ボイスチェンジャーを使っているエロ漫画先生が絵を描いていたが、その時映り込んだ部屋の様子より、シャギリとエロ漫画先生が同一人物だと確信。シャギリの部屋の前に行った正宗は、約1年ぶりにシャギリと顔を合わせる。シャギリは、自分がエロ漫画先生として、イラストを描いていたことを認めると同時に、正宗が、泉正宗先生であることを、改めて確認する。 後日、マサムネは別レーベルで活動しているレッコラの米作家の少女、山田エルフと出会う。エルフは、エロ漫画先生に自分の次回作のイラストレーターをやってもらいたいと考えていた。さらに後日、空き家だった林家に偶然引っ越してきていたエルフと再会したマサムネは話の流れで、二人のうちどちらの次回作が面白いか、エロ漫画先生に判断してもらい、 勝った側のイラストを描いてもらうという賭けをする。また、マサムネはもともとエルフのラノベのファンであったこともあり、しばしばエルフの家を訪れるようになる。そのことと、理由を秘密にするマサムネを責める、シャギリを見て、マサムネは次回作で妹をヒロインにすると決断し、シャギリに、そう宣言する。そして、マサムネとエルフは、エロ漫画先生に見せる前に、お互いの原稿を読む。エルフは、 自分の原稿が万人のために書いたものであるのに対し、正宗の原稿は、エロ漫画先生ただ一人に向けて書いた、ラブレターだと指摘。正宗の妹、すなわちシャギリこそ、エロ漫画先生で、この原稿のヒロインのモデルだと気づいたエルフは、エロ漫画先生すなわちシャギリの心をつかむという、今回の勝負のルールでは、今回の自分の原稿だと勝てないと負けを認める。 正宗はできた小説を読ませるべく、シャギリの部屋に乗り込む。実は、シャギリは、お隣さんをイラストレーターだと勘違いして、正宗の次回作のイラストを担当するのではないかと、恐れ、正宗とのペアを解消されないよう、指摘されていた自分の絵の欠点を克服すべく、特訓していたのだった。正宗の小説を読んだ、シャギリは、すごく面白いけど恥ずかしいのでこのままでは、 他の人には読ませられないと語り、また、私、好きな人がいるの、と告げる。シャギリに振られたと思った、マサムネだが、彼は、自分とシャギリで作ったらのべのアニメ版を、自分から部屋の外に出られるようになった、シャギリと共に見るという夢を語り、それを聞いた、シャギリは、二人の夢にしようと答える。マサムネは、エルフとの勝負で書いた小説を出版すべく企画書を作ることにするが、 正宗は企画書作りは苦手で、先の小説を万人向けの小説にどう書き換えるかでも悩んでいた。そんな中、自分の担当編集に原稿を採測されているエルフが泉家に逃げ込んできた。シャギリはエルフと話すうちに彼女をモデルにしたキャラを描くが、正宗はそのキャラを小説に登場させることで原稿を修正しようと考えつく。また、 可愛い女の子をもっと実際に見て絵を描きたいというシャギリにより、本来はシャギリと同級生でシャギリにも投稿してもらって友達になりたいと考えている神の恵みもモデルにされる。トラブルはあったもののエロ漫画先生の筆もはかどったおかげで、ま宗は企画書を完成させ、小説も修正することができた。この企画書を担当編集の神楽坂綾芽に見せて、 ゴーサインをもらった、正宗だが、超人気作家千住、村正の新作出版が優先されたため、正宗の本が出版できるのは約1年後だと言われた。それは1年後まで正宗に収入がないことを意味し、正宗が学業と仕事で一定の成果を出し続けることが、今の正宗とシャキリ二人の生活を続ける条件の一つだと、 現在の保護者であるおばに言われている正宗にとっては死活問題だった。どうしても早く新作を出して収入を得たいという正宗に対し神楽坂は読み切り短編小説の中から読者投票によって選ばれた優勝作品を3ヶ月後に単行本として出版するという企画、ラノベ展開一部東海に正宗が参加することを持ちかける。正宗はその話に食いつくが、 たまたまその場にいて、それまで、ほとんど喋らなかった、別の若い女性作家が、私の夢の邪魔だから、正宗の夢を潰すために、自分も参加すると言い出す。その人物こそ、千住村正であった。帰宅してしゃぎりに事情を話し、正宗としゃきりさらに、村正と正宗のやりとりをその場で見ていたエルフも、加えた三人は、村正に勝つことを誓う。 短編小説を書くのが苦手な政宗はエルフにダメ出しされさらに書き直しという日々を繰り返す。そんな中で村政本人がシャキリ家にやってきた。実は村政は政宗のバトル系小説のファンであり、それがきっかけで自分も政宗と同じジャンルの小説を書き始めたという。だが政宗のバトル系小説が読みたい村政は、 彼がラブコメ小説を書くという話を聞いたためこれを阻止しようと出版枠をわざと奪い、さらに正宗を挑発した。だが神楽坂から正宗の家庭事情を聞かされた村正は自分の収入で正宗としゃぎりの生活を保障する代わりに自分好みの小説を書き続ける自分専属の小説家になってほしいと正宗に持ちかけた。だがシャギリが村正に叫んだ。 あげない。という短歌に、政宗は背中を押され、改めて、村政と勝負することを選ぶ。村政が、ラノベ天下一部同会向け原稿に書いた小説は、女性主人公が男性小説家の作品とその人物本人に心を奪われるという、村政と政宗本人をモデルにした、ラブレターだった。さらに、村政本人に、君の作品も、君自身も、 愛していると直接言われた、正宗だったが、正宗は、俺、好きな人がいるんだと答える。ラノベ展開一部同会の結果は、得票数は、僅差で、村正の方が上だったが、規定を破った、文字数の原稿を提出していた村正は失格となり、結果として正宗が勝利。こうして、泉正宗の新作、世界で一番可愛い妹と表記の単行本が、 エロ漫画先生のイラスト付きで9月に発売されることに決まった。また、正宗は村政より、正宗のラブコメ小説はとても面白かったという賛辞を受け取る。ラノベ展開一部同会で、村政、マ宗に次いで第3位の得票を得た新人作家の指導国光より、打ち上げをやりたいという連絡が来た。同企画参加者のうち、村正と指導の本も結局出版されることが、 決まったからだった。この三人プラスエロ漫画先生、そして指導の提案をま宗にことづてしてきたエルフの五人で、泉家にて打ち上げが行われる。この時の話の流れで、夏の取材執筆合宿を後日、エルフの実家の所有する別荘付きの南の島で行うことになった。世界妹のイラストを集中して描くため、頑張るからという写切りに背中を押され、 シャギリを家に一人置いていくのが心配だった。マサムネも参加を決める。取材がてら浜辺で遊んだり、露天風呂に入ったり夕食をとったりした後、マサムネは一人だけでエルフに夜の別荘の外へと連れ出され、マサムネは将来自分のことを好きになってプロポーズすると宣言し、その時のためにと自分の本名を教える。翌日、マサムネは完結した自分の小説。 現象の銀道の昨夜書き終えたばかりの番外編小説を昨日かした約束により村政に渡した。それを読み終えた村政は小説はもう書かないと言い出す。政宗が村政のために面白い小説を書いてくれたおかげで自分で自分のための小説を自分で書く必要はなくなったからだという。だが村政が自分にファンレターを送ってきてくれていたことに気づいていた。 正宗は村政に感謝の言葉を告げるとともに夢が一つだけなんてもったいないと語る。そうすると村正は政は正宗が村政の専属小説家になったわけではないのだから足りない供給文は自分で書くしかないとあっさり断筆を撤回。そして自分のもう一つの夢として差し当たって正宗に自分のことを好きになってもらうと言い出した。後日、 シャギリの部屋にシャキリ、マサムネ、エルフ、村マサがいたところ、シャギリのパソコンの画面にエロ漫画先生にとてもよく似たお面とパーカーをした人物が現れる。そして自分こそが本物のエロ漫画先生だと名乗った。偽物特別するためエロ漫画先生グレートを名乗ったその人物は、エロ漫画先生というイラストレーターには先代がおり、その人物が 自分の絵の師匠だったこと、そして自分が、エロ漫画先生の正当後継者だと語り、ペンネームをかけて、エロ漫画先生 VS エロ漫画先生 G マスクハギ、デスマッチをシャギリに挑む。その後、シャギりはマ宗に、初代エロ漫画先生から絵を教えてもらったこと、本人から許可をもらって、ペンネームを引き継いだことなどを語る。引きこもりで、顔出し NG として活動している。 シャギリがネットで素顔を晒すことに耐えられるとは思えないが、すでに話は止められないほど大きくなり、歯がゆい日々をマサムネが過ごす中、エルフがやってくる。マサムネはエルフに連れ出され、自室にいる、シャギリと海鮮がつながったタブレット PC を持って、ペンネームアルミことアメリア・アルメリアという少女の元へとやってきた。アルミは、エルフのラノベでイラストを担当しているイラストレーターで、あると同時に、 漫画や絵画でも活動している多彩な人物だった。シャギリはアルミの描く絵を見るうち、お母さんの絵だと呟いた。つまりシャギリの絵の師匠である、シャギリの母はアルミの絵の師匠でもあり、アルミこそがエロ漫画先生グレートの正体で、二人の対決を演出するため、エルフはいろいろと仕込んでいたのだった。エルフは強力なライバルが戦いを挑んでくるという。 最高のシチュエーションをシャギリとマサムネにプレゼントしたつもりでおり、シャギリの作家生命に関わることだとは全く気づいていなかった。二人の対決は、神楽坂の手によって大きなイベントにされ、大々的にネット配信される。そして勝負は、マサムネの言葉に触発され奮起した、エロ漫画先生ことシャキリの勝利で終わった。だが、勝負に敗れてしぶしぶお面を取ったアルミが、 美少女だったため、視聴者に大好評となりそちらの方が話題になってしまったため、シャギリは少々不機嫌だった。ともあれこの配信の影響で世界妹も話題になって売り上げが上がり、さらにコミカライズ企画が立ち上がったと、マ宗は神楽坂より聞かされる。帰宅したマ宗は早速シャギリにコミカライズの企画書を見せて担当する漫画家の検討に入るが、 シャギリの出す、世界妹が大好きで、自分の絵柄にそっくりで、魅力的に女の子を描ける人という条件に、当てはまる人物は見つからない。そこで政宗とシャギリは、政宗の小説も好きだと言ったアルミに、コミカライズを依頼することを考えつく。話を聞いたアルミは、引き受けることを決め、同じ詩を持つ二人は、姉妹のようになり始める一方、どちらが、 世界妹のイラストを描くのにふさわしいかでいちいち張り合いながらもコミカライズの連載が始まった。12月、エルフはクリスマスパーティーをしようと言い出す。めぐみも同じことを言い、マサムネの家で、マサムネ、エルフ、村正、恵、めぐみ知恵、アルミ、そしてタブレット PC 経由での素顔のしゃぎりが参加してのパーティーが行われた。1月になるとアルミの家で、 アルミ、マサムネ、指導によるバレンタイン対策会議が開かれ、どうすれば、異中の相手からチョコをもらえるかという話が行われ、相互に異中の相手の情報を交換し合うということになった。マサムネはアルミからシャギリについての話を聞くが、有益な情報はほとんど得られなかった。そのためマサムネは、今までのように今年も誰からもチョコをもらえないのではないかと恐れていたが、 エルフや村政などから、チョコレートケーキや、チョコ代わりの手料理などをプレゼントしてもらう。また、シャギリは、世界妹のキャラが、模様になっている手編み靴下を正宗に渡した。こうして、和やかに冬が過ぎ去り3月になったところ、泉兄弟の保護者で、正宗にとってはおばにあたる泉京花が、正宗とシャギリが二人で暮らすことを許可する条件を、満たしているか確認するため、泉家にやってくる。 マサムネは自分の学校成績や作家としての収入を見せて自分に課せられた学業と仕事で一定の成果を出すことができていると証明したが、シャギリの条件である引きこもりを改善することを見せるには準備が必要だと4月1日までの猶予をもらう。そして4月1日、泉家にマサムネとシャギリの友人が集まり、泉家のリビングで疑似学校教室が開かれ、 辛そうな態度を見せながらもそこにシャギリが投稿する姿が、教科の前で披露される。さらに皆によって、シャギリが引きこもり改善や勉強などで努力していること、今は、こうして、友人もいることなどが語られた。一見冷ややかにその光景を眺めていた、教科だったが、教科にとっては、部屋から出て、シャギリが自分と会話することさえできれば合格であり、 シャギリはとうにその条件を達成していた。かつてシャギリを無理やり部屋から連れ出そうとしてシャギリの引きこもりを悪化させたり、正宗とシャギリを引き離して生活させようとしたりしたことがある教科のことを泉兄弟は敵だと思っていたが、実際には教科は彼女なりに泉兄弟にとっての幸せを考えており、必要ならばいつでも自分に甘えていいと言って帰っていく。 4月中旬、正宗は世界妹のステージイベントが出版社による春の祭典で行われると、カグラザカより伝えられ、さらにエロ漫画先生が出演することになったと言ってきた。やっと家の中を歩き回れる程度になっただけのシャギリに、そんなイベント出演は無理だと、正宗は拒否。だが、これは決定事項で変えられないとするカグラザカは、 影武者を用意しようと言い出した。政宗は、シャギリと相談し、可愛くて、顔が知られておらず、ステージで変なことを言わず、秘密を守ってくれる人という条件を満たす人物を、考えた結果、強化に甘えて頼むことにする。やむなく引き受けた強化は、コスプレさせられ、さらにイヤホンからのシャギリの指示で恥ずかしいセリフを言ったり、ポーズを取らされたりしながらも、どうにか、 エロ漫画先生を演じ切った。5月下旬、バレンタインデーのお返しとして、自分との遊園地デートをエルフに要求された、マサムネだが、シャギリの許可が下りず、マサムネは断る。だがエルフはそうなることを予想しており、代わりに、自分の家に、マサムネを招待した。その日のために模様替えまでした自宅で、様々なアトラクションを披露するようにエルフはマサムネを、 感待し、自らも楽しむ。そしてエルフは政宗が自分と結婚すべき理由を語り、政宗のことが好きだと、改めて告白する。6月、村正が原稿を送ってくれないから、自分の代わりに取りに行ってほしいと神楽坂に頼まれた。政宗は、政宗と同様に、村正の自宅に、興味津々のエルフ、そして、シャギリと共に、千葉に行き、 まさに村政にふさわしい、見事な日本邸宅を訪れる。村政の父に追い返されそうになりながらも、政宗たちは、千住村政こと本名、大炎原によって、どうにか家に招き入れられる。エルフとシャギリは、村政が政宗たちの存在に気づく前、無防備に父親のことをパパと呼んでいたことなどをからかうが、その村政の父、梅園林太郎は、 時代小説の大家として知られる人物だった。林太郎は娘に小説家を続けさせたくないと思っていたため、正宗たちを追い返そうとしたが、村政が新刊の原稿を送らないのは別の理由で、雑誌企画で行われたリレー小説企画に正宗が参加した一方で、自分が呼ばれなかったため編集部に対し、村政が怒っているからだが、リレー小説という企画自体村正は嫌い。 という面倒くさいものだった。互いの長所を潰して、足を引っ張り合うことになるだけのリレー小説に良い、ところなど一つもないと言い切る村政に対し、そんなことはない、試しに、お遊びでいいから一度やってみようと、正宗は提案。その結果、正宗、村政エルフ、さらになんと林太郎という四人によって、リレー小説執筆が始まる。次の執筆作家へのキラーパス。 無茶ぶりが横行する中、村正はその状況や、友達が家に来てくれたことを心から、楽しみ、自分に、様々な喜びを与えてくれ続ける正宗に、感謝の言葉を伝える。後日、編集部があるビルの大会議室に呼び出された正宗は、そこにいずらりと大人たちが並んでいるのを目にする。そして、世界妹のアニメ化が決定したと伝えられた。7月2日、 編集部のビルの大会議室に集まったアニメスタッフと顔合わせした政宗は、その監督や脚本家が、シャギリが大好きなアニメ、星屑、ウィッチメルルを手掛けていたことを、後からシャギリに聞く。だが、シリーズ構成と脚本を担当する、青井牧菜は、有能なものの、なかなか仕事をしない、脚本家としても有名で、実際シナリオ構成案の初行すら上がってこない。 プロデューサーの赤坂東子はこれを見越してすでに代わりの脚本家まで準備していたが、シャギリに BD を見せてもらって、自分もメルルを気に入った正宗は、シャギリのためにもマキナに脚本を担当してもらいたかった。その後、正宗の説得を聞き、赤坂が用意したマキナのライバルからの挑発のビデオレターを見た。マキナは泉家に押しかけてきた。 彼女曰くアニメの世界妹を成功させるには、生活力がない自分を養える家事スキルを持つ上に、原作者でもあるマサムネと、俺妹のヒロインのモデルである、シャギリが共に住むという、自分に刺激を与えてくれる環境である泉家に住む、必要があるという。マキナを止めることによる、シャギリへの心理的負担を心配した。 正宗だが、シャギリは、私たちの夢を叶えるために受け入れるという。そこで、正宗は、以前からシャギリと相談していたこと、すなわち、強化にも、家族として同居してもらうことにする。こうして、泉家で強化と、マキナが暮らし始めた。正宗とシャギリの会話などに刺激を受けた、マキナは、ついに、世界妹シリーズ構成案の書紋を挙げ、 第4回脚本会議にしてやっとまともな脚本内容についての議論が始まった。一方で、世界妹のゲーム化企画なども進んでいたため、政宗は様々な仕事に暴殺される。そんなシャキリアの状況を知ったエルフと夏休みに入ってからエルフの家に泊まっていた村正は、政宗の仕事や泉家の家事を手伝う。その日、エルフと村正は結局エルフの家に帰らず、 マサムネの部屋で寝落ちする一方、マサムネは徹夜で仕事を続けていた。その光景を見た、シャギリは、マサムネがエルフと村マサを部屋に泊めたことに起こったが、それ以上に、マサムネが無理をして、連日徹夜で仕事をしていたことに起こっていた。そして正宗、マサムネに自分の部屋で暮らす、よう要求する。シャギリにより、反共制的に、 シャギリのベッドに寝かしつけられた、マサムネだが、目を覚ますと、同じベッドでシャギリも寝ていた。その光景をエルフが目撃して、大騒ぎとなる。マサムネがちゃんと寝るよう監視する人間は必要だが、シャギリと同じベッドで寝るのはダメだと、エルフや村政は主張。結果マサムネは、強化の部屋で寝ることになる。ところが寝ぼけ、おいっ子を甘やかして、マサムネを抱きしめている強化の姿を、 今度は村政が目撃してまた大騒ぎとなる。仕事で編集部に行くという理由でその場を逃げた、正宗だが、アニメ第2話脚本の直接執筆など、仕事を増やして帰る羽目になった。当然怒る、シャキリたちに対し、正宗は自分と一緒にみんなにも一週間だけ頑張ってほしい。その後休みを取ると頼み込んだ。さらに正宗は、シャキリに、ちゃんと寝て、 体調管理をすることなどを誓う。正宗の寝る場所については、鍵をかけない、しゃぎりの部屋に敷いた布団という妥協案に落ち着き、正宗は皆の協力を得て、ゲームシナリオ監修、小説新刊執筆、アニメ脚本執筆などの締め切りが詰まった怒涛の一週間を無事に乗り切った。久しぶりの休みを、正宗は知恵おすすめのラノベを読んだり、 シャキリたちと昔話をしたりして言ったり過ごす。その中で、正宗は、かつて実の両親が離婚し、ショックで小学校に行かなくなった、シャギリが、正宗のウェブ小説を読んだこと、そして、正宗とメールでやりとりしたことがきっかけで、再び学校に行くようになったことを聞く。それは、感想と一緒に絵を送ってきた、正宗の小説の最初のファンが、シャギリだったことを意味していた。 またこれは、プロの小説家になると言い出した、正宗の小説に、本気の絵を描いて、一緒に本を作るため、母親から絵を教わるようになった、絵描きとしてのシャギリの始まりの物語でもあった。昔話が終わるとシャギリは、正宗とは、兄弟、家族ではなく、別の関係になりたいと思っていたと言いかける。その言葉を遮ったマ宗は、自分はどうしても家族が欲しいと言って、 シャギリにプロポーズする。プロポーズされた、シャギリは、年齢的に結婚はできないと答えつつも、かつてマサムネに語った自分の、好きな人とは、マサムネのことだと打ち明け、いつか、私を、お嫁さんにしてくださいと返事し、恋人同士になった。だがエルフと村マはそのことをマサムネより告げられても、全く同じず、それぞれ将来的には、自分がマサムネを手に入れるという。 一方で、正宗の仕事が山場を越えたため、二人はエルフの家に戻った。さらに京化は仕事で数日夜を明けることになり、さらにやる気を出した、マキナも会社に泊まり込んで仕事すると言って自ら出て行き、泉家は以前のように、正宗とシャギリだけが暮らす状態になった。依然とさほど変わらないがちょっとだけ、ぎこちなく甘い生活の中で、シャギリは、 普通の生活ができるよう、正宗に助けられつつ、運動や家事、外出などの練習を始める。やがて、強化が帰ってくると、正宗とシャギリは自分たちの関係を報告するが、強化は、二人の交際も結婚も認められないという。理由は話したがらなかった、強化だが、正宗とシャギリが踏み込むと、私があなたたちの両親を殺したからだと語り出した。京花曰く、 彼女の年の離れた兄である、泉小鉄には、近藤志保という幼馴染みの恋人がおり、やがて二人は結婚して正宗が生まれた。だがその後志保が、自己死し、昇進する小鉄と正宗を、強化は見ていた。その後小鉄に、仕事で知り合ったという初代、エロ漫画先生ことシャケリの実母を紹介されたとき、見た目は違うが彼女の性格は志保によく似ていて、 兄の好きなタイプだと強化はすぐ分かったという。そして、正宗のためにも当初その気がなかった二人に再婚するよう勧めたのが自分だが結果二人は新婚旅行で自己死した。故に自分が正宗とシャギリの両親を殺したのと同じである自分が良かれと思ってやったことは全て裏目に出るから、正宗たちを祝福できない。そんな自分を 正宗たちが恨むのは当然だが、もう自分は泉家には近寄らないから安心するようにと言って家を出る。だが、母の死以来一歩も家の外に出られなかった、シャギリが二月倒れそうになりながらも家の外に出て、正宗と共に京化を追ってきた。そして、正宗は京化が自分を責めるのはわかるが、同時に自分たち子供がいた関係で両親の旅行が事故が、 怒る日になったと思っていたこと、さらに教花がいなかったら、正宗とシャギリは出会えなかったことを指摘する。正宗とシャギリは家に連れ戻した教花より、まだ、正宗とシャギリの交際は許可できない。なぜなら二人には自分よりも先に報告すべき相手がいるからだという。そこでシャギリは、墓参りのため来年のお盆までには外に出られるよう頑張るといい。そんなシャギリに、正宗は、 婚約指輪を渡した。9月、正宗は村正の父である林太郎に突然呼び出され、村正の新作小説を読まされる。その小説は未完だったが、中学先生の女の子が婚約者のいる年上男性と恋愛をするという、まさに村正や正宗をモデルにした内容であり、さらに林太郎と正宗がやばいと表現し、後に正宗から奪った原稿を読んだ。 シャギリが変な属性に目覚めそうになるほどの感能描写もあるものだった。正宗と林太郎がこの小説について話していたところ、書いた超本人である村正が打ち合わせをしていた神楽坂を連れて帰宅してきた。まだ完成前で、正宗に読ませる覚悟も決まる前に原稿を読まれて、しまったため村正は老狽し絶叫したが、完成したら、改めて正サに読んでほしいと頼んできた。 一方の神楽坂は大ヒット間違いなしなこの本の出版を林太郎に許可してもらうため売園化に来たという。林太郎は娘の恋文を世間にさらすことに反対するが、神楽坂は食い下がり、小説が完成するまで話は保留となった。また村正は素敵な恋愛小説を書くための参考に自分と一緒に文化祭を一緒に回ってほしいと正宗に頼んできた。しゃぎりも 村政が自分と同じく思い切り文化祭を楽しむ経験をしたいのだろうと考えみんなで行くことを条件に許可を出した。10月の文化祭一般公開1日目、正宗とエルフ、そしてシャギリは和服姿の純和風少女という村政のイメージからはかけ離れた中高一貫のカトリック系ミッションスクールである村政の学校を訪れる。エルフの企みで 約束より早い時間に村正のクラスへ行くと、そこではお嬢様学校に場違いなメイド喫茶の出展が開かれており、他の女生徒はシックな正当派なメイド服を着ていた。中で村正だけは非常に露出度が高いコスプレ衣装のようなメイド服を着せられていた。小説にしか興味がなく、クラスの港は話が合わないと、以前村正が話していたのを聞いていた、正宗や、 村正は同性に嫌われるタイプだと思い込んでいたエルフは驚くが、村正の幼馴染で親友だという宇佐美鈴音によると、実際には彼女はクラスの人気者で梅園花が小説家、千住村正だということも知られているという。村正は、そんな鈴音たちにいじられながら、正宗とエルフに接客する。その後村正は、学校制服に着替え、後から来た指導。 めぐみたちとも合流し、みなで学園祭を回る。入部はしていないが村政が時々指導を行っているという文芸部に行ったところ、なんと林太郎が中東部のお嬢様たちと親しげに話していた。ほとんどの部員は林太郎が時代小説の大やだということを知らなかった。だが林太郎は、そんなことは気にせず、梅園花ちゃんのお父さんで、なろう、作家の仲間として、 普通の小説とは、勝手が違う、なろうでの書き方を勉強して、大人げなく、ランク上位を取るべく、女生徒たちより、いろいろと教えてもらっていた。そんな父の姿を、呆れて、恥ずかしく思い包つみつていた、村正だが、林太郎から、娘の様子を尋ねられた正宗は、今日の村正の様子を見てきて、十分に青春していると答えた。翌日の文化祭最終日。 政宗は約束していた村政の小説を読むべく、一人で村政の学校に来ていた。彼は村政より感想など入らないからただ読んでほしいと言われて、渡された、出来上がったばかりの原稿を読む。その後村政は、かつて政宗のウェブ小説を読んでいた時のこと、初対面時のことや、感性から家庭の境遇まで似ていたため惹かれ合ったことなどを、 語って、改めて政宗のことが大好きだと告白。それに対して、政宗は、自分も村政が大好きだが、もっと好きな人がいると告げる。その言葉を予期していた村政は静かに受け止める。翌日、政宗は林太郎からの電話で、かぐら坂が熱望していた、あの小説の書籍化はできなくなった。なぜなら、原稿を村政が燃やしてしまったからと教えられる。そして、 今は存在しないその小説の感想を聞かれた、マサムネは世界で一番面白い、最高の青春小説だったと答えた。エルフが全裸で、マサムネが寝る、シャッキリアのベッドに潜り込んできた。その光景を発見した、シャギリはエルフを全裸の状態のまま実質に連行し、また、浮気者、と言って、マサムネを家から追い出す。 その結果、知恵のもとへと行った正宗は、取材のための恋バナ集めを兼ねて、知恵、また後からやってきた恵、鈴音たちと恋愛について話す。その中で、正宗は、自分のシャギリに対する思いを語った。その後、まだシャギリは怒っているだろうかと恐れ恐れ帰宅した正宗だったが、実は、恵のスマホ越しに、正宗の話を聞いていた、シャギリはすっかり機嫌を良くし、 政宗に甘えてくる。また自分も恋バナがしたいと言い出し、酔って帰宅してきた、教科までもが、中学旅行の夜のような恋バナがしたいと乗っかってきた。そこでシャギリは、自分と仲の良い女子を家に集めてお泊まり会をする、ことにする。エルフは、長時間全裸のままシャギリに接棺された結果、風邪気味になったため不参加。今回は、シャギリ、京花、恵み、村正、アルミが 参加者となる。皆はリビングに布団を敷いて寝転がり、マサムネが自室に引き上げた後、互いに好きな人、好みのタイプ、恋愛感などについてのガールズトークを始める。最後にシャギリがマサムネについて語り出し、自分が一番マサムネを愛しているから、誰にもあげない、自分がマサムネを幸せにすると宣言する。翌日、マサムネが挙動不振で、 自分を避けているような雰囲気を感じ取った、シャギリだが、原因が思い当たらない。そこでシャギリは、女子高生が恋愛相談に乗るというウェブサイトを見つけ、そのサイトの管理人、キリリンとチャットする。そして、かつてキリリンが実践した自分の気持ちを素直に伝える方法などを伝授してもらう。その日のアニメ脚本会議後、正宗は、 マキナより月見里が馬という漫画家を紹介される。その人物こそ、マキナのライバルであり、以前マキナを挑発するビデオレターを送ってきた人物で、政宗はマキナの勧めにより月見里の話を聞く。かつて、月見里には恋人がおり、自分の仕事が成功したら結婚しようと思っていたが、いつの間にか彼氏より仕事を選んでいて、結果振られたという。 仕事と恋愛の両立は困難で、どちらを選んでも後悔するかもしれない。そして、何より自分が今一番後悔しているのは、いつの間にか恋愛を捨てていたことに、後から気づいたことだと語った。だが、正宗は、自分は常にシャギリを選ぶが、夢も恋も諦めないと決意を新たにする。帰宅した正宗は夜、シャギリと話し合う。正宗は、昨夜の女子会の時、 アルミの手引きで密かにその場に紛れ込み、シャギリの話を聞いていたことを白状する一方、もし自分たちの夢が失敗したらと考えて怖くなってしまったため、今日は挙動不振になってしまったと語る。だが、シャギリはその恐怖は自分も抱えているから、何があっても互いに相手を幸せにしようと約束した。それからシャギリはキリリンに伝授された馬乗りになって、 相手の方を叩くという方法をマサムネに対し、実際にやってみた。その後二人がじゃれ合い、お互いの顔が近づこうとしたその時、エルフが部屋に乱入してきた。エルフは、シャギリに対し、自分の逆転の秘策を語り出す。その一つ目が、シャギリの女子力を上げるため、シャギリの部屋に泊まり込むことだった。それがエルフとマサムネの関係に、どうつながるのか理解できないながらも、 差し当たり悪い話ではないため、シャギリは応じ、エルフから、料理、掃除、洗濯などを教わったり、エルフと服を交換したりする。さらにエルフは、同人誌を作って冬込みに参加すると言い出した。まだアニメの仕事が残っているマサムネとシャギリだが、だからこそ、夢が叶った後のためにも息抜きが必要だとエルフは、主張。アルミも巻き込み、今回は、マサムネとアルミ。 エルフとエロ漫画先生という普段とは逆のコンビで、小説の合同詞を作るという具体的な計画まで、エルフは語る。今回村正を誘わないことを疑問に思った正宗に、大使エルフは合同詞のクオリティ上、自分たちが村正の足でまといになるからと答えた。続けてエルフは、しゃぎりの引きこもりを直すと言った。次第に改善しつつある状態を見て、そろそろ大丈夫じゃないかと。 エルフに言われた、シャギリは、マサムネに抱きかかえられながらも、隣のエルフの家にたどり着き、外出に成功する。シャギリはそのまま、マサムネと共に、エルフの家に泊まりながら、エルフたちと同人誌の作業を進める。エルフが、事前に言った通り、普段と違う相手とタッグを組むのは、マサムネたちにとって新鮮で、良い刺激だった。順調に同人誌作りが進む中、 突然、エルフの母親がやってきて、娘を拉致するように連れ帰ってしまう。かつてエルフは母親に、自分ですてきなお婿さんを捕まえ幸せになると単価を切って、母親を納得させ、家を出た。また、エルフの実家であるグレンジャー家に雇われていたアルミは、エルフが日本で成果を出していると近況を報告していた。だが、エルフ同様に、自己中心的な性格の母親は、 娘の幸せのために婚約者候補と引き合わせようと、エルフを連れて行ったらしい、とアルミは説明する。マサムネたちは、友人であるエルフの意思を完全に無視した、この事態に苛立つ。そして、マサムネたちは、エルフの実刑である山田クリスの車に乗って、後を追い、エルフ及びその母親と対面する。すると、エルフの母はマサムネに恋愛感、人生観などを尋ねる。 面談を行った。その結果、エルフの母親は、マサムネのことを、すでにいる好きな人から、決して心変わりしない人物と判断。そのため、エルフに諦めて、とりあえず一度実家に帰り婚約者候補と顔だけでも、合わせるよう言った。だが、それを制する叫び声を発したのは、車ャギだった。彼女も、マサムネやアルミと共に、クリスの車に乗って、ここまで来ていたのであり。 エルフも、シャギリが、家から出られない、重度の引きこもりであることを知らされていたエルフの母も、驚く。その後エルフは、母親が、勝ち目がないと断言した、恋愛勝負に自分が勝つ根拠を示す。曰く、仮に自分が、シャギリからマサムネを奪っても、シャギリが悲しむので、気持ちよくないし、何より、マサムネはそれを許容できない。だが、シャギリの幸せが、 自分の幸せと、マサムネは言っているから、自分の方が、シャギリを幸せにできると証明することで、マサムネも、シャギリも、自分のものにできる、そのために、今までの行動をとってきたと明かす。そして、マサムネは、最後には幸せなシャギリを見て屈服すると予言した。あまりに無茶苦茶な将来像だが、マサムネも、シャギリも内心を揺さぶられ、それを隠すようにエルフは大嫌いだ。 自分は、シャッキリ一筋だと、マサムネは叫ぶ。一方エルフの母親は、娘と、そのやり方を応援すると言って帰国する。12月、無事に完成した、マサムネたちの同人誌は冬込みで完売となった。まだ人混みを克服できない。シャギリは例によって、リモート参加だったが、会場のマサムネ、エルフ、アルミと共に完売を祝う。マサムネの小説を読むため、 初めてのコミケに遅ればせながらやってきた村政に対し、エルフは看板の札を見せて、意地悪く村政の絶望する顔を楽しんだ後、ちゃんと村政のために残しておいた本を渡す。本を読み終えた村政は、次は自分も参加させろとエルフに釘を刺した。これは、政宗とエルフにとって自分たちが村政の足でまといにならないと認められた証だった。 また同人誌の取り置き最後の一冊は、娘夫婦の様子を見るため、わざわざ再来日したエルフの母親に渡された。そして、マサムネとエルフは、お前のことは大嫌い、私も、あんたのこと大好きよと言い合いながら、打ち上げのためしゃぎりが待つ家へと帰る。作中には実在する、ライトノベルや漫画、ゲーム、また、登場人物が創作する架空の小説や漫画、 テレビアニメが存在するこれは原作だけではなくコミカライズアニメ版においても同様本項目では名称や初影あるいはそれらの登場人物名が登場した作品を記載する伏見つかさ神崎博アスキーメディアワークス電撃文庫期間12巻角川の月刊コミック電撃大王にて 2014年7月号から2021年7月号まで連載。作画はリン。角川の月刊コミック電撃大王にて、2018年9月号から2020年1月号にかけて山田エルフを主役としたスピンオフ作品、エロ漫画先生山田エルフ大先生の恋する純真ご飯が連載。作画は結城鈴。電撃コミックスネクストより販売されている。 公式アンソロジー。作川大将、田中、大堀豊、組長補佐。伏見光かさ10周年プロジェクトによる公式アンソロジー。2015年11月28日からニコニコ、生放送で電撃文庫ニコニコのメディアミックス企画、多数決ドラマの第一弾、俺の妹が、こんなに、可愛いわけがないフィーチャリングエロ漫画先生が放送された。また、 電撃文庫秋の祭典2016のサテライトステージにおいて再度配信された。テレビアニメ OVA ラジオでエロ漫画センセーションは2017年4月7日から11月3日までおと泉にて各週金曜に配信されたラジオ番組。同年11月17日にはおまけ会が12月28日にも特別配信が配信された。 パーソナリティは、泉さぎり役の藤田茜と、山田エルフ役の高橋みなび。略称は、イーラジ。ラテランの話題にちなみ、第1話実況特番にて決定した。2016年12月28日より始まった、企業や個人がアニメ、エロ漫画先生へ仕事の依頼をするもの。企画発表時、番組応援ポスター店内掲載する。 あるいはアニメ、エロ漫画先生との公式ウェブバナー作成などに協力するなどと例示されていた。キャラペディアが実施した最も期待している2017年春アニメ作品トップ20では総合2位、男性2位を次回以降も見続けたい2017年春アニメ作品トップ20では総合3位を記録。ニコニコが2017年6月29日21時。 頃に実施した、ユーザーが本気で選ぶ派遣アニメ2017年春編において、総合1位、男女別では、男性1位、女性5位を、年代別では、すべての年代で1位を獲得した。ニュータイプ、街遊びアニメアワード2017において、乃木坂46賞を獲得。ニコニコ生放送において、2016年7月26日から、 ふしみつかさ10周年記念アニメエロ漫画先生最近のアニメをみんなで作りますとその関連番組が配信されている本番組は第13回から最近のエロ漫画先生をみんなで作りますに第20回配信から OVA エロ漫画先生のその先をみんなで目指しますに回題された第1回配信から最新回配信まで タイムシフト視聴は一般会員、プレミアム会員を問わず常に可能である。通常アニメ制作においてファンの意見が制作側に届く頃には作業が大きく進んでおり、それをアニメに反映できないのだが、この番組では早くから配信を行ってできるだけ視聴者の意見を反映した視聴者に最も近いアニメにするための番組である。ニコニコ生放送の 2017アニメスペシャルの中で2018年1月1日からアニメ全十には一挙放送とともに本番組とその関連番組の40時間一挙放送が行われたニコニコの犬アニメの企画でニコニコ生放送で配信された年末年始アニメスペシャルの中で2019年1月3日から1月6日にかけて アニメ全十には一挙放送と共に本番組と、その関連番組の約60時間一挙放送が行われた。合言葉は、列ッツ時期配信日と出演内容関連番組この項目では、レギュラー放送の増刊号として配信された番組について記述する。公式チャンネル、不死つかさチャンネルがニコニコ生放送で配信する番組、会員のみ。 全編視聴可能。エロ漫画先生新刊発売記念、伏見司先生ネットサイン会、電撃文庫読書メーターは、2017年6月17日にニコニコ生放送で配信された電撃文庫と読書メーターの協力で行われたネットサイン会の番組。エロ漫画先生第9巻に関して、読書メーターでレビューやコメントが放送で読まれた人や、 ブックウォーカーで予約をした人に、同級館の伏見司サ,サイン本がプレゼントされた。エロ漫画先生 OVA 本編一部公開プレミアトーク小生中継は2019年1月13日18時5分よりニコニコ生放送で配信された番組。番組の初めに、アニメエロ漫画先生 OVA の第1話及び第2話の冒頭が公開され、その後、 プレミア上映会のトークショーが中継された。ありがとうございます。